こんにちは、月島です。前回開封レビューしたネイティブインストゥルメンツ社のコンプリートコントロール A49 をその後数日間使用しました。このキーボードでできることとできないことが見えてきましたので、現時点での使用レビューをしていきたいと思います。ちなみに私の使用しているパソコンは Apple Silicon M1 チップ搭載の MacBook Pro です。目次です。コンプリートコントロールの操作、 DAW の操作と連携、最後にまとめと次回予告です。ソフトウェアのコンプリートコントロールは、音色の選択やアサインされたパラメーターなどを 4D エンコーダーや8個のノブを使用することで良い感じで操作できます。また音色の選び方は前回の動画で詳しく解説しましたが、イメージとして大きいカテゴリーが左にあり、右に行くほどカテゴリーと音色が絞られていきます。4D エンコーダーの左右でカテゴリーを選択し、回して選ぶ感じです。そして一つ前のカテゴリーに戻りたいときは 4D エンコーダーを左に倒します。選択されているカテゴリーやサウンドタイプなどはその都度ディスプレイに表示されます。また8個のノブは上部がタッチセンサーになっていて、触るとノブにアサインされているパラメーターをディスプレイで確認することができるのも良いです。サウンドのプレビューが楽。ソフトウェア音源はプリセットでたくさんの音色が用意されています。4D エンコーダーを使用してリストをスクロールすると、音がプレビューされることが音色を選んでいるときにとても良いです。また音色の選択に関しては、カテゴリーなどはマウスで先に選択してしまい、 4D エンコーダーを回すことで音をプレビューしていく使い方が早く音色を選択できると私は思いました。 NKS 対応でないソフトウェア音源でも起動できるものがある。 IK マルチメディアやスペクトラソニックスなど NKS に対応していない会社のソフトウェア音源もコンプリートコントロール内で起動して操作できるものがありました。リストの VST3 という欄に表示されていれば読み込んで使用することができます。これの2点はスケールやアルペジエーターを適用させることが可能になることです。ボタンを押した時の音が大きい。開封レビューをした時から感じていたのですが、ボタンを押した時の音が大きいです。甲高い音が響き渡ります。そしてボタンが硬いために押す時に力がいります。もう少し軽く押せて音が小さいボタンの方が使いやすいと思いました。起動できないソフトウェア音源がある。コンプリートコントロールのリストにあるソフトウェア音源でも起動できないものがあります。サードパーティー製のソフトであれば理解もできるのですが、ネイティブインストゥルメンツ製の中にも起動できないものがありました。ただこれは私の使用している Apple Silicon の MacBook Pro が原因となっている可能性も考えられます。8個のノブに対するアサインの変更。コンプリートコントロールのリストにあるソフトウェア音源はあらかじめノブにパラメーターがアサインされていて、ノブを動かせばすぐに使用できます。ただパラメーターのアサイン変更はできないようです。それと NKS に対応していないものの読み込むことができるソフトウェア音源についても8個のエンコーダーノブへのパラメーターのアサインができないようです。これに関しては私が設定方法をまだ見つけられていない可能性がありますので、今後また方法を探してみたいと思います。またコンプリートコントロール外で立ち上げたソフトウェア音源などのパラメーターのコントロールアサインについては次回の動画で見ていきます。
Apple Silicon の MacBook Pro で使用したところ、Studio One は特に何も設定せずにそのまま対応して使用することができました。Roland A49 の時に必要だった MIDI インターフェースの設定もする必要がなく、すでにリストに読み込まれていました。ただ、使用するパソコンによってはリストに読み込まれてないケースもあると考えられます。その場合は手動での設定が必要になります。Studio One はマニュアルに記載されているすべてのトランスポーズ機能を使用することができると思われます。プロツールスの場合は1箇所設定を行います。設定、ペリフェラル、ミディコントローラーを開きます。ここのリストの中からコンプリートコントロールを指定します。そうするとマニュアルに記載されている操作が大体行えます。ロジックプロに関しては残念ながら DAW のコントロールを連携させることができませんでした。設定の中にあるコントロールサーフェスのミディコントローラーの中にもコンプリートコントロールが表示されていません。ロゼッタモードでも試してみたのですが、結果は同様でした。マニュアルを見てみると、もともとかなり多くの操作を実行できるようです。連携させる方法を今後研究してみたいと思います。ただ、ソフトウェアのコンプリートコントロールの操作や、それ以外の音源を鍵盤やホイールを使用して演奏、レコーディングをすることは普通にできます。すごく可能性を持った MIDI キーボードだと思います。そしてネイティブインストゥルメンツ社以外のコンプリートコントロールに対応しているソフトウェアも数多くあります。それらを使いこなしていけば音に困ることはないと思いますし、音色の選択や楽曲の制作がとてもしやすくなると私は期待しています。次回はこのキーボードの8個のノブにコンプリートコントロールを介さない状態でプラグインのパラメーターをアサインする方法について見ていきたいと思います。これができるとミキシングがとても楽になります。マニュアルにも記載されていないようですが、操作していくうちに方法を見つけることができました。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。